はい皆さん今回もご視聴いただきまして誠にありがとうございます。じゃん !BE:FIRST ファーストフルアルバム B1 というですね、えー、このアルバムを購入させていただきまして私が頭から1曲ずつ聴かせていただきつつ、えー、ボイストレーナーとして思ったことをどんどんとお話ししていこうという動画今日であっという間に12本目ですかもうね前回 グレイブジェネレーションという楽曲をですね聴かせていただきましてその次は今日は12曲目グレイトフルペインでございます。<laughs> ちょっと英語の発音がもうね全部カタカナになってしまいました。グレイトフルペインでて、はいえー、この楽曲はですね、えー、随分前にもなりますけれども解説を1回させていただきました。 BE:FIRSTTV というね、えー、番組の最終回の時に、えー、披露された、えー、新曲ですよねでこれがフルで当たり前ですけどもこうアルバムに入っていたあのテレビのパフォーマンスの時はどうでしょう全部まるだったのかなあのー、みんなメンバーがあのー、それぞれ作詞作曲をして、えー まあどっちかっていうとこうねダンサブルというリズムじゃなくてバラード系でしっかり言葉を伝えてくるようなねでそれぞれのこうテクニックというか、えー、歌い回しが非常によく出た楽曲だなというふうにまあその時聞かせていただいた印象なんですけれども今日は、えー リアルタイムで違うリアルタイムじゃないフルサイズで全然違うフルサイズでですね、えー、初めて CD 音源として聴かせていただきますのでどんな感じになっているのか早速いってみたいなというふうに思いますそれでは、えー、B1 というアルバムの12曲目グレイトフルペインいってみましょう再生ポン

ねえ優しい輝いてたんだ明日には綺麗な輪の伸び方暗い言葉になって涙目だ,めだめうわ涙目だ,だ言いにくいけど昨日にありがとう言えるようにすごいグルーヴ感言えるようになれたよ急に柔らかいあの時の笑顔に伝えたいな 気づけばさ、隣で咲いて、だっていいね、手の一回止まる感じが、探しさ、優しさで照らされた、いいさの発音。目指すキルの中、でも振り向く気に入そこで待っていてくれるから、ルの発音もいい。Just please carry home みたい。めぐり合うはない日々、結構低いけど。 っ叶わない夢で嫉妬してたうまい夜が明けてもまたいつでも違う自分に出会うべき君に一回止まるかっこいい届くように完全な昨きの祈り,りを間違って いたとしてもいいすべてがいつか君になるから愛だも馬も痛みも間違ってなんかないだろう、wow、絡みつく雑音やおのアクセントいいねカットがとのアクセントもいいえ <laughs> <laughs> 外人みたいなもうねフェイク一瞬が僕を呼ぶその声が切り方いいね喜びに触れるまでちょっと後ろからレコードノイズっていうんですかねパツパツパツっていうのがわざと入って右左でフワンフワンと響きながら「サドンディー訪れるその時うん」<laughs> 歩み始める愛いよちは優しい情けいらせないように強くうううういくつもの季節が去った柔らかいでも変わらないままずっとおなんか英語入って。 いろいろ焦った日々の中期限切れに近づく心にうーん、錆びついていたあの日の言葉難しいこの声で鳴らしたいお掛け合いこの同じ道で足跡を君と l i ワンライワンステンマイステーは新たな夢を望んで今の自分が一番だってええええ思う自分のせい 中につくこれかっこいいね今しプレッシャー過去の自分に増えたパリー正気な世界俺はいないマイクもっと幼馴染みそんな不安すらも背負う価値をくれてくわ同じフレーズの繰り返しすごいああ今の僕だからこそ見せれる夢を不安定な距離乗りを間違っていたとしてもいいぞ すべてが <laughs> 僕になるんだ目の前で光る瞳は間違ってなんかないからああああわ絡みつく立つ本や胸を刺す葛藤があ、うん、おすごい力が入って僕らが生まれてきたその意味が一瞬が 僕はやえさあみんなの声が集まって「やらかみにあふれるんだ」うわてんてでで右左で音が行ったり来たりいや最後私のお家のね近くをバイクが通っていこうとすら私の今最後のね 音と綺麗に混ざってなんか聞こえてししままいましたなり雑音なんですけどね本当にうるさいちょこ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 うるさいの通りますがまあそれは置いといてあのー、テレビのね、えー、さっき言いました BE:FIRSTTV で初めて聞いた時の印象よりもよりですね今こうやって CD 音源で聞いた時になんて言うんでしょうね一人一人のこの歌ってる生感っていうんですかね本当に耳元で。 一人一人歌っててくれてるようなすごくそのマイクのマイクというかな声の入りがストレートでね近い位置で7人の声が聞こえるような感じで本当にその BE:FIRST7 人全員の歌声を、えー、存分に味わえる楽曲というかねうんでやっぱりこの曲もそうなんですけどとにかく伴奏のね 音が薄いんですよね薄いとは別に悪いっていうことじゃなくてあの少ないんですよ本当になんてしょうねあの T シャツ短パンで戦に出てるみたいなあの <laughs> っていうでしょうかいろんなこうね武装をして、えー、防御する鎧をつけてあのすごい強い。 切れる剣を持って戦いにに行く場にですね7人それぞれ短パン T シャツで行って素手で戦って勝ってしまうみたいなそういうなんかねもともと持ってるポテンシャルの高さみたいなものをこの楽曲の中でも存分に出せてると思うんですよね。ただあのそういうですかね自分の歌い回しをこう存分に出そうとするとどうしてもこうねロックな感じとか強く歌っていったりとか。 高い音とかバチンとこう伸ばしていったりとかって、そういうどっちかというとこう。強く歌う方で自分の歌い回しというのをねアピールしたくなるもんなんですよ。だから楽曲で言ったらすごい。キーが高いとかね伸ばす。音がたくさん出てくるとかね。なんかそういうことをすると、なんとなく聞いた時の印象としてわあ。すごいって。こう言わせやすいというかね。という部分がまあ結構あるんですけど、この楽曲に関してはどちらかというと7人それぞれが。 やわらかく丁寧に丁寧に一音一音こう重ねていってるというようなそういう,こうテクニックの出し方というか存分に、えー、味わえる曲うんなのでまあさっきの戦の例でわざわざ言うとすればですねなんかこう派手に「おらばあたキックパンチ」っていうことじゃなくてなんか相っと敵に近づいていって「ストスト んかあんまり見えないような動きでタタってこうあの地味にやっつけるんだけれども相手もなんかあれ知らない間にえ「えなんで僕はやられたんだろう」みたいな感じであっちこっちでバタバタやられていくみたいな,なんていうのね本物の強さというかだから歌い方にまま話を戻すと本当にうまい人たちじゃないとこの曲ってこう歌えないと思うんですよね。こういうなんていうういてんだろう あの仕上がりにになならないいや本当にだから聞きながらうわこのフレーズがいいなと思ったところにまた次のフレーズで「あまたこの歌い回しいいな」でまたこの次の人がまたこの歌い回しいいなってどんどんやってくるので今私が聞きながら全部思ってることを言葉にできてないんですけどもう本当にどこ切り取って聞いてもめちゃくちゃいいっていうなんでしょうね。 まあこれ今までのね楽曲の中でも言いましたけどいろんなところでやっぱり1枚目ののアルバムの楽曲じゃないですよね本当に何年もやっている人たちのえ何て言うんだろうな自信からくる余裕感というか経験からくるこう安定感みたいなものがもう1枚目の CD の中に特にまあこの楽曲なんかは詰まりまくってるというですね しかもこれをこの曲はもう間違いなくね作詞作曲を7人それぞれでみんなでこう意見を出し合って作っているこの楽曲の中でこういうことができるわけですからまあ本当にすごい完成度というかこのデビューまだ1年未満にしてですねで出しそのこの先またどういうふうになっていくのかというねいろんなものを吸収していってまたそれをこう出していく。 えー、経験値もどんどんん増えていく中でねいやどんなグループどんな楽曲がまた出来上がっていくのが非常に楽しみになるようなね、えー、本当にすごい楽曲だと思うんですけど一箇所だけね私が今なぞりながら歌ってた時ここ本当難しいけどさらんとやってるなってところを前半に戻りたいんですけどえっ、ー、とね A メロの前半 A メロのね「涙目な」のところなんですよ。 ちょっと戻って24秒のところ「映る君はねえ」このねが本当に優しいよね「輝いてたんだ明日には」って暗い言葉になってこのあと「涙目な」こここれ「だららららってこうね綺麗に駆け上がっていく階段のメロディーで「涙目な」これはねすっごい綺麗に歌えてますけど。 実際皆さんちょっとね口ずさんでみてくださいこれこれなんでかっていうとそもそも「なにぬねの」という言葉と「まみむめも」っていう言葉は口を一回閉じないと言えないですよね。ぬねのっていうのはこうローマ字で書くと「NI とか書きますので「ん」っていう「n」の音「ん」っていう音が入るのでどうしてもこう って一回止め「ないといいとけなみ」で「な」の次の「み」の音は今度は「まみむめも」っていうのは必ず口をギュッと閉じないと発音できない「まみむ」とこう閉じないと言えないので「なみ」ってこの「な行」「ま行」が重なって出てくるだけで結構難しいんですけどこれその「なみ」の後に「だ」 だじずデどですよね。だじずデどっていうのが、今度一回ね、皆さんしゃべってみたら分かりますけど、だじって一回下を、上下の、なんですかね、は、はじゃないですけど、はぐきで、はぐきじゃないか、だジって一回閉じないといけない言葉なんですよね、だ行は。なのでこれ、その後だめこのま行、なこのな行ですよね。だからこの、なみだめなっていう言葉は、全部一回こう、 閉じないといけない音が入っている単語なんですよ。でこれがゆっくりのメロディー「なみだめ」みたいに離れてるんだったら歌いやすいんですけどこの「ダララララ」って速いメロディの中に「涙目なー」これはね本当にに何でこんな綺麗に歌えてるんだろうっていうのがちょっと理解できないぐらいすっごい綺麗に当たり前のように歌ってますよねこれ。もう一回聴いちゃおう。これめっちゃ難しいとここ。 って暗い言葉になってうわ涙目ななどうなってんのおい涙目なこれを聞く限りなるべくそう全部をちゃんと歌うと「涙目なみ」になっちゃうから手前の「涙」ぐらいまではあんまりこうね発音はもちろんしてるんですけどあんまり「涙」って言わずに「涙目な」とこう目な後半の「ダメな」 ダメだかう後半の「ダメな」メなね、の,メなのとこに、えーまあ、言葉の言い方だったり空気の量を持っていってることによってスムーズに聞こえてると思うんですけどでもこんだけやっぱり後ろの伴奏が薄い中でこの綺麗にたどるのも難しいメロディーをこの言いにくい言葉「涙目な」 多分5文字の単語で一番言いにくいんじゃないかな歌の中で言うのに涙目なーすごいはいもうほんとにまあこれこの場所は特にね難しいけど柔らかく綺麗に出せてるなというえ一番驚いた部分でありましたけれどもまあトータルで聞いてもですね先ほど言ったように本当にそれぞれの歌唱力テクニックがね存分に出てる。 入るととこころのこうエッジボイスというから強く歌いに行ったかと思ったら最後フレーズの終わりでふっとこう柔らかくなっていくような非常に難しいテクニックをたくさんいろんな場面でやっている非常に着応えのある一曲じゃないかなというふうに思います。ということで今回は「g r a t フ f u l p a i n という楽曲を聴かせていただきながら私が思うままにえお話をさせていただきました皆さん今回も最後までご視聴いただきまして誠にありがとうございました。